こんにちは香水です本日の雑談は出会いがないの原因は出会いがないの原因はっていう話をしていこうと思いますえっとよくね婚活されてる方でおっしゃるセリフで出会いがないんですっていうことをおっしゃる方って結構かなりいらっしゃいます でその出会いがないっていうそれってもしかして、えー、考え方を変えたら出会いって結構実はあるかもよっていうそんなお話ですこれはちょっとねエピソードというかあの本当に実際あった出来事を、あのー、お話ししながら説明していこうかなと思うんですけれど、えー、と先日ですね あの私の開催している上田の会という開運サークルの,あのメンバーさんとね、えー、お花見に行ってきたんですよ、まあ、7人ぐらいかなその時来られた方はあの皆さんほぼほぼ、まあ、1人、えー、結婚された方いらっしゃいましたけどあとの皆さんは、まあ、婚活を頑張ってら,らっしゃる方が多かったですねでそのお花見の時にね えーまあ、ご飯食べてお酒飲んでわってこうやってたらあの結構ねあの男性の、ね、集団がねその時多かったんですねである、えー、男性がね喋りかけてきたんですよあの2人組が来て1人は46歳って言ってましたもう1人は年聞いてませんけどその若い方の子はなんか留学みたいなそのしゅ仕事の留学 みたいいなをし,てることでしてるととうことで、確か、えー、フィリピンだったかなベトナムだったかちょっとね <laughs> おおうろ覚えで覚えてないんですけどそこからお仕事するためにごめんなさいこっちに来ているということでなんか日本の女性とお話したいって言ってるんでちょっと話してもらってもいいですかみたいな感じで言ってきたんですよ。 でその時そのちょっと顔赤くなって,ってはってねなんかバーベキューを隣でしてたんですよその方たちあの30人か40人ぐらいいたんかなすごい大人数でほとんど男性で数人の女性がいましたで多分同じ会社っておっしゃってたんで同僚だと思うんですけどでその2人のうち1人の男性46の方はあの顔が赤くてお酒持ってはったからあちょっと酔ってるんかなっていう感じで。 ちょっとヘラヘラし,たしヘラヘラしてたというかね、に,にやにやというか、ニコニコしてたから、大丈夫かなって一瞬思って、なんか,か、絡んできたんかなっていうのもあるじゃないですか、危険,危険やったら嫌やし、でどうかなと思ってたら、あのメンバーさんは完全に引いてたんですね、どん引き状態でだったんですけど、まあ、それを私は感じてました、すごいひしひしと感じてましたけど、 ただまあそれだけでは私のね判断ですけどあのもしかしてちょっと酔っ払ってるとは思いましたがそれだけではちょっと判断できないなと思ったんでちょっと話してみたんですよ私があのその留学してあのなんで日本に来はったんですかとか日本の桜は初めて見ますかとかさそういうなことを聞いて日本語勉強して何したいんですかとかねそんなようなことを聞いたりとかあとその向こうの。 会社の何の会社の集まりですかとかねいろいろこう聞いたんですねうんで5分ぐらい喋って思ったのはまあ害はないなとなんかちょっとヘラヘラしてたから絡まれたら嫌だなとは思ったんだけど絡んでくる感じではなかったんですねだからあなんかそれは大丈夫そうだなって私は判断しました で、その時にあのもうちょっと喋りたいからあのこ,ここに座っていいですかみたいなこと聞いてきたからじゃあその端の方にちょっとだけって私は言ったんですね <laughs> なあじゃあ端の方でっていう感じで、まあまあ、玄関だけ入れてあげるわみたいなノリですよねそんな感じで、まあ、座りはってでそこからまあお話をしていったんですけれどで、えー、といろいろ喋ってて10分 喋ったかな、ね、要はその46の男性は既婚者だったんですねなぜ分かったかというと指輪を押してたからであの奥さんってどうやって知り合ったんですかとかそういう話をしてでまあなんだかんだ話した時に、まあ、この1人,1人は既婚者もう1人はベトナムの人でしょだから、まあ、基本ちょっとこの婚活部のコーラはまああんまり関係ないなメリットがないなって私は思ったんですよだからちょっとその あの男性に、既婚者の方に「あのね」ってあの「お兄さんお兄さん」ってあの「ちょっとお願いがあるんですけどいいですか?」って言って「あのお兄さんの会社の人であの独身の男性で出会いを求めてる方っていらっしゃいますか?」って「いらっしゃったら紹介してください」みたいな感じで私明確に言ったんですね。 そしたら、の46の方はちょっと一瞬残念そうな顔をしましたけどでもあ、あわ分かった分かった、OKOK、OK OK、っていう感じになって、まあ、こっちの要求はっきり言ってますからね、OKOK、OK OK、って言って、じゃあちょっと連れてくるわって言って、独身の男性をあの入れ替わり立ち代わりまあ連れてきてくれたっていう出来事があったんですねで。もちろんそこで誰かがカップルになるとかそういう話ではないんですよ。あのいろんな人と喋ったっていうだけで。で、まあいろんな話、そそのの人、その 既婚者の方は、まあ、そこまでガツガツしてる風ではなかったんで、まあ、女性と喋りたかったんかなっていう感じで結論から言うとあのその既婚者の方が寛治、まあ、に,になってくださるのかなであの釣りとそのバーベキューを一緒にやるようなそういうところにみんなで行こうよみたいな感じで言ってくれて。で あのいい人連れてきてくださいねって私が言ったら分かったって俺はいいやつしか連れていかへんってまあ約束してく,くださったんですねで何やかんや1時間ぐらい喋ったんかなで、えー、と結果的には、えー、と私はその人に関しては別に恋愛感情とかもちろんないですよないですけどあこの人人としていい人やなと思ったんですよ でそれは私が思っただけなんでみんなが思ってるかわからなかったんで最後にちゃんと確認したんですねど,どう思ったって今日どう思ったって言ったら、えっと、みんなの意見も一致しました最初ドン引きからのいい人やんに変わったんですね <laughs> 最初ドン引きしてましたから皆さん顔引きつってたしでもドン引きから、ね、1時間ぐらい喋ってみたらあなんやあの人いい人やんってなったんですよ喋ってるとわかる部分もあるじゃないですか なんかねすごく気遣いをしてくださってたというかちょっと私はそこ見てなかったんだけどあの人はタバコを吸う時に吸ってもかまへんってちゃんと言ってくれたからよかったってみんな言っててその既婚者の方ねそのの既婚者の方はバッツイジで今二2人目の奥さんらしいんですよだからやっぱりさってそういう気遣いがあるから結婚2回できるんだよねみたいな話になってたんだけどあのそんな感じで。 結構その空気も読みはるしコミュニケーション能力は高かったんですねだからあのいい人なんです本当とにで俺ちゃんとしたやつ連れてくるからとかって言ってくれてるしまあ,あのお友達になってねあの別にお友達になったことを別にマイナスじゃなかったわけですねでもしもその私が何でその人と もうちょっと喋らな分からへんなもうちょっと喋ってみようと思ったかっていうとその人はもうパッと見てすぐに私は指輪を見てたんであこの人は結婚者がこの人は違うだけどこの人の向こうにいっぱい社員さんいるの見えるわけですよ 30人ぐらい40人ぐらいいたんかな男の人がすごいいててもしかしたらこの人を通じて、えー、といい人を,を紹介してもらえるかもしれないじゃないですか私たちのメンバーの方々にそういうふうな見方をしてるんですねその目の前の人しか見てないわけではなくて目の前の前そ,ののそこまで見ていかないと、えー、出会いなんてもう30代40代にはないんですね そんなもう目の前の人しか見てなかったら難しいんです、どうしてもでうちの会はあのー、40代がほぼ多いんですね、ほぼほぼ40代なんだけど毎週のように毎週とは言わんけどに2週間に1回ぐらいはあのコンパしょっちゅうやってますま、毎月毎月コンパやってます、なぜそれができるようになるかというとそういうことなんですね。もの相手人の見方が違うんですよ まあ、男性が来ましたその人がありかなしかでしかほとんどの女性って見てないんですねでもその人とまずお友達になってそのお友達からまたお友達を紹介してもらえれば別にコンパなんか延々できるんですよそういう発想がねあの皆さんなくってそれで出会いがないって言ってるのが一つもう一つはやっぱりうんとその今回みたいに そのなんかね、出会った人のことを、ねもうね、結婚相手恋愛相手としてしか見てないっていうところやと思うんですねまずコミュニケーションしてみたらいいじゃないですか、まあ、してみて変やったら無視したらいいよでもちゃんとコミュニケーションが取れてて気遣いもしてくれたら別に友達になってもいいじゃないですか取ってくるわけじゃないし選ぶのはこっちが選,ぶ選べばいいわけでしょ別にその人と 喋ったから付き合わなあかんわけじゃないし喋ったから男女の関係になるわけじゃないわけで別にあの向こうはねそれはねあ,あわよくばと思ってるかもしれませんよでもそれは向こう勝手に思ってることであってそれをこっちが受け止めるかどうかこっちが選べるわけじゃないですかでもうね40代とかなってくると男性もね相手がもう 弾いてるのにそれをねなんかご利用してくる人ってそんなにいてないと思うんですねそういう意味でもその出会った人をなんか即ジャッジするっていう考え方をしてると出会いはやっぱりないと思うんですね少なくなっていくであとそのねあのこれは私もすごいこう気をつけてるというかうん コンパでもそうだしそういうまあ不意な出会いでもそうなんだけどもし自分にとって相手の男性が恋愛的にないわって思ったとしてもねそのもう内話感をもう満載に出すっていうのはなんかすごい私はなんか優しさがないんちゃうかなと思うんですよ。まあ、そんなねあの未来のない男に優しくしたってしゃあないやんって。 思うかもしれないけど別にその人に優しくして何かしてもらおうとかそういうことじゃなくてねやっぱりなんか人として何でしょう失礼だと思うしうーん相手に対して不愉快な気持ちにさせるわけじゃないですかそれが回り回って多分返ってくるって私は思うんですねあ,のあと逆の立場だったらどうって思うんですよ 例えばこれ本当に私、体験したことあることですけど、あるなんかコンパ40人かな、すごい大勢のコンパに行ったことがあって、まあ、おっちのメンバーさんも何人か来てて、私も行ってて、バラバラで座ってたんですね。であるなんかね自分では弁護士って言ってましたけど、本当にそうか知りませんよ、その弁護士の2人組がこう回ってきたというか、こう喋ったんですね、全員喋るようになってたんで、その時になんかすごいここうバカにしてるっていうのがすごい。 伝わっってくる人だったんですよなんか自分は弁護士がなんかすごいと思ってるのか知らないけれどなんかねそのすごいバカにしてるんですね言ってくることが何て言うんでしょうんなんかお前らモテへんのやろみたいなモテへんくて婚活やってんやろみたいな,なんかそういう軽蔑をすごく伝わってきた私は例えばなんかどういう人あなたは例えばど ね、どういうしすい話をしますやんどういう女性が好きですかとかってそしたら「君みたいな人やっかね」<laughs> みたいな感じですっごいバカにしてるわけですよそういう失礼な人ってのは、まあ、絶対あの総合するんですけど、うん、でもそれをあのされされ私だけされたんかなと思って後でみんなに聞いたらみんなもされてたみたいなんで多分そういう人なんですねでそういう人がいるからだから私もしようっていうのは 違うんちゃうかななと思っていていんかそういう風に自分された時やっぱ嫌じゃないですか何もだって悪いことしてないのになんか不愉快な思いをさせられたわけでしょでもそれはこっちがもし男性を見た時に「はわないわ」と思って内話感を出すっていうのと同じことだと思うんですよ多分相手は傷ついてる「あ俺ないな」って思われてんなーって。 ダサいなって思われてんなって、なんか伝わると思うんですね。だから別に思うのはいいんですよ。思うこと思ったあかんとは言いません。でもそれを出さない優しさ。それはそうと。まあその時間楽しく過ごせるようにしてあげた方がいい,い,いと思うしで、私自身。これは私のすごい価値観なんですけど。時間っていうのはえっ、ー、と命やと思うんですよ。寿命。 この例えば2時間コンパをしましたこの時間っていうのは寿命を削って使ってて使る時間なんですねそれを考えたら相手も自分もですよだったらまあそういう場で会うってことは何がしかの縁があるんですよその嫌なやつだってでその縁があって出会ってるんだったらその時間をできるだけ不愉快ないようにできる限りまり楽しく。 過ごせた方がお互いい気持ちよくないですかなんかもうあんなにコンパい行かんかったよかったわくみたいな感じで思うね一日よりもまあまあ別に付き合ったりとかカップルにはなれなかったけどでもまあまあ楽しかったよねって思えた方がせっかく使う時間なんだからそうした方が私はいいと思うんですね。だしそういうふうな時間を。あの 作れるように自分がうん振る舞っておけば、それは直接そこからね何かいい反応とかが返ってくるわけじゃないかもしれないけど、周り回ってあのどこかからそういういいことっていうのは返ってくると思うんですね。だからその割とそのあからさまにうわないわっていう感じのことはあの。 婚活をやってる方自分が本当にいい人に出会いたいと思うんだったらばあのそれは多分やらない方がいいと思うやらない方が結果的には、えー、いい人に出会えると思う、うん、目の前の人だけが、うん、見てるわけじゃないと思うしそういうふうにないわーみたいなことを露骨にしてたら絶対ね本命が出てきた時もどっかにそのね なんか嫌な感じっていうのはねなんかねもうにじみ出ていくと思うんですね普段からやってると本人は気づかないうちにねそのいや嫌なその性格の嫌なところがなんか出てしまううんだからなんかねそんな思いますねそれぐらいそのその時間をもう嫌や言うてもおうたんやからだったらなるべく楽しくした方が 幸せちゃいますって思うんですなんかもしかしたらあのその出会いがない出会いがないって言ってる方は今みたいな感じであんま内容は入ないはい,ない、はい、終わりみたいな感じでしてるかもしれないという話だからうちの,あの婚活部のコーラはあのそういう自分のタイプじゃない人が来ても内容感は出さないようにもちろん <laughs> 言ってますからその通りやってくれてて。 だからあのまずお友達になってきてってでお友達になってるから次のコンパ出してくれるんですよ。向こうはあなんかこの子らいい子やなってあの今日のコンパはあの結構楽しかったなってええコーラが来てくれたからよかったなっていう印象になって終わってるから誰か他に友達いたらまた連れてこ、ね、みんなでこうまたやりませんかって言った時にあじゃあ連れてくるよっていうふうになってくれたりするわけですね。 そうやってご縁っていうのはどんどんできていきますので、うん、あんまりその恋愛としてありなしありなしありなしみたいな感じであのい,いない方がいいんじゃないかなって思いますそんなことを今日のねあのあれでねあの出会いのねそんな感じで思いましたのでお伝えしようと思いましたはい。 出会いいいがなっっていう方はねちょっと参考にしてみてみくださいとりあえず恋愛かどうかっていうジャッジじゃなくまずはどんな人でもとりあえずコミュニケーションを取ってみられたら出会いが広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますということで本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう